年下の方が浮気しやすいかってことは、これも関係ないですからね、はっきり言った。うん。夫婦関係のね、あの良さとかね、あと夫婦の性生活の満足度すら浮気とは関係ないですからね。うん。二人がね、あの、レスじゃなくても浮気が起きますからね。二人とかむしろその関係がめちゃくちゃいい人たちの方が実は浮気起きやすいんですよ。うん。性生活に対するね、満足度が高いね、あの、夫婦の方が浮気するんですよ。面白いでしょ？はい。っていうのがあったりするんで、あの、それはね、あの、あれですよ。いわゆる取り越し苦労というか、うん。